明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ちょっとだいぶ遅くなりましたが、前山券、シーズン券を買おうと思って今ニセコアンヌプリ国際スキー場ファイターガンパニーにちょっと下なんですけどね、ユンドラの駅舎に来ています。で、今日これ私ニセコウィンターガイド協会、というところに、属してますんで、そこ経由ニセコはね、こういう商業権っていうのがないとガイディングとかレッスンとかできないようになっています。そんなんでね、その商業権を買うためにこうサインをこういただいて、でそれをこうスキー場に持ってきて重ねるということで、これからねシーズン券買って。今年はね、ニセコいいんで、アンヌプリ模様だけじゃなくて、本当に育ったヒラフ、草刈りしてる花園ビレッジをコースを作りましたからね、そういったところをこう回って20年前のルーティーンなんていうのをやっていきたいと思ってます。今日その始まりになりますよ。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。やっと今買います。ちょっと今年は NWGA 経由で前山を久しぶりにまた買ってやろうと思ってます。よろしくお願いします。やりました、手に入れました。ニセコユナイテッド前山券です。これ前山、ニセコアンヌプリビレッジでヒラフ花園使います。藻岩は使えないんだけれども、ニセコアンヌプリ山にかかってる前山全て使えるって感じです。去年一昨年かな、この2年間実はね湘南もあって半分いなかったもんで、アンヌプリ券と藻岩券でやってたんです。でヒラフも相当混んじゃってたからヒラフ券ね買ってなかったんですよね。これちょっとね今年2つなんで楽しみにしたいと思います。アンヌプリから出てね、ヒラフエリア今向かってます。限定スティック、ね、どうしてんだろうな、ヒラフ向かってんのかな。ヒラフ中心街、今日朝一緒に滑る彼女を迎えに来ます。予定さん、さすがにね正月三が日2日目ということで、ヒラフ大駐車場もすごいいっぱいですね。彼女の準備も整いました。行きましょうか。はい、私のルイタはこれチェイサーハイパフォーマンス、この近年の原点で3年ぐらいかな、一番売れたんじゃないですかね。ネットに提出を切りたHB ジッター X、 ベビーマンタレですね。 K2 フォーミュラバインディング、固めのバインディングがついてます。よし行きましょうか。うわーまだ晴れてる。まさにアルペンホテルセンターホール、ここから僕スノーボード始まりました。もう最初の何年ぐらいでしょうね、もう住んで25年ぐらい、滑って25年以上かな経つんですけれども、最初の5年ぐらいですかね、ちょっとかな、7年とかかな、ここだけのシーズンってやってました。だからもう本当にここアルペンで育ったし、このセンター4のためにスノーボードしてたっても過言じゃないぐらいの気持ちでずっといました。で今日ね一緒に滑るのは次女なんですけど、この次女がちょうど生まれたぐらい、そのちょっと後かなぐらいからこう前山も滑ったりねするようになりました。じゃあ今も晴れてるし行ってみようと思います。センターホール中間地点まで来ました。尾根がよく見えます。ちょっと今残念ながらね尾根の光がちょっと当たってないんでよく見えないですけど、いいラインも入ってますね。だけど相対的にはまあこのねトラバースの癖がついてるのか、こう全体的なトラバースラインちょっと追われてるように見えますけれども、でもホールラインのトラックもね見受けられるんで、こんなことなかなかないです。おちょうど上に丈夫にしときました。どういうラインいくか。大岩左横スキーヤーですね。イエスナイス。もうここをねどういうターンでこういうナイス越えていくかっていうところをね自分ずっとやってました。うっすら山頂出てます。これね、右側がピークニセコアンヌプリ、山、1308m なってます。見てた僕も中、もうこれでまた一回荒れてくるんだろうな、天気的に。今までの晴れが嘘だったみたいに。いやー、センターホール9時ちょっと前です。もうね、朝バンバンこのセンターホールの流れで流すようなコンディションではない。だけれども十分にパウダーとか隙間隙間であるんで、今日ちょっと景色もね、今まだ天気ギリギリいいから見ながら、ちょっと尾根行ってみたいと思います。昔を思い出しながら。スノーボード今シーズン2日目のちょっと彼女と一緒なんで、ゆっくりね、尾根の先端までちょっと行ってみて、ちょっと説明しながら行ってみようかなと思ってます。では参りましょうか。すぐトラバースですね。行きます。ゆっくりよ、ゆっくりっていうか、うまくコントロールしてよ。高根のトップまで出ました。このもう右手がね、春の滝になってます。尾根で一番危険なのは、ここを見余ってこっちから春の滝側に行くこと。全く世界が変わっちゃうから、まあここでね、ロープ張ってありますよね。じゃあ行くよ。ここのところすごい綺麗につながってる。ピュって、このその左側に雪ついてるじゃん。この右にこの枝が出てるじゃん。この枝の下をフロントサイドでシュッていく感じ。オッケー。Yeah! Nice! Nice!いやー、見かけはね、ボコボコもドラッグダウンしてたけど、雪がまだ全然硬くなくて、結果的にはすっごい面白かったです。2本目です。秘密の俳句してます。わかるよねー、ちらっとわかるでしょ。まっすぐ行っちゃうとコースだから、最後トラバースで右に降りる感じ、スーって。でも俺がいるから大丈夫だよ。まっすぐ来ちゃっていいよ。行きます。端っこが残ってるかな。おい、いやー、お疲れ様です。次女と滑ったアルペン、今日2021年1月2日、今季の初日、昔のルーティン、ちょっとトラックはあったけれども、すげえいいコンディションでした。ちょっとね、またノートラックとかを狙いつつ、もう、まあ、娘、今年中学で働いてるんで、何回もこう来たりとか、他に、まあ、門下生、お客さん、みんな連れて来たいと思います。よろしく。今日楽しかったなっていう人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてね、評価の方もグッドボタン、コメントいただけるととても嬉しいです。みんな待ってるよ。じゃあね。